こと、少女時代より、第14回堤川国際音楽映画祭、開幕式のレッドカーペットに登場9日午後、少女時代ゆりが中西北道、チュンチョン部、プド、堤川、チェチョン、市政府、チョンプン、湖畔舞台で開かれた、第14回堤川国際音楽映画祭、開幕式のレッドカーペットイベントに出席した。堤川国際音楽映画祭は韓国で唯一の音楽映画祭。8月9日から14日まで堤川、チェチョン、市一帯で開催される少女時代ユナ&ユリデビュー11周年を祝福、完全タイショットを大放出、少女時代ユリ&シンドンウク、ドラマデジャングムが見ている、に出演決定、10月より放送スタート。